モンタギューストリートトンネルは、マンハッタンとブルックリンの間にある、イースト川の下をくぐる BMT4 番街線のトンネルである。ニューヨーク市地下鉄の N 系統、R 系統及び W 系統がこのトンネルを通過しており、R 系統は終日、N 系統は深夜にフィナンシャルディストリクト経由の列車が、W 系統はラッシュ時に上下それぞれ1日3本ずつ通過する。 ブルックリンのトンネル内換気建物トンネルの建設は1914年10月12日に開始された。広報はシールド広報であり圧縮空気を併用して掘削された。トンネルは後にホランドトンネルの主任エンジニア、そして名前の由来となったクリフォードホランドが設計した。トンネルの北側は1917年6月2日に、 南側は同年6月20日に開通した。そして1920年8月1日に60丁目トンネルと共に運用を開始し列車の運行を開始。翌日より本格的な運用が開始された。この2つのトンネルは乗客がコニーアイランドから BMT ブロードウェイ線でマンハッタンを経由しクイーンズまでたった5セントで18マイルの旅をすることを可能にした。 このトンネルの総工費は986万7906.52ドルであり60丁目トンネルの約2倍の金額であった。1920年12月27日、1万人を超える乗客がトンネルから避難することとなった。原因はホワイトホールストリート駅に接近していた列車の終電靴が落下したことであった。落下した終電靴が サードレールに接触した結果電流が短絡し、異常を感知した変電所が電力の供給を遮断、トンネル内に10本の列車が取り残された。2012年10月29日、アメリカ東海岸に大きな証拠を残したハリケーンサンディはこのトンネルにも被害を及ぼした。真上がイースト川という立地上浸水が起き、トンネル内のシステムにも甚大な被害が出た。 このため修理の間はすべての列車がこの区間の通過を取りやめた。その後12月21日に一部システムが復旧しトンネル内の通過が可能になった。しかし、またはトンネル内の全システムの復旧が必要と判断しトンネルは2013年8月2日に再度閉鎖されることとなった。復旧工事は当初2014年10月15日までの開通を 予定していたが実際には1ヶ月早い9月15日に全線開通した。ありがとうございます。